プレミアリーグエバートン0、3ブライトン、17日、第1節、ブリソン・パーク。イングランドプレミアリーグの開幕節で、ブライトンの MF 三オ薫、27、ガーウェイのエバートン戦に先発出場し、前半25分に先制ゴールを決めた。FW ・ミンテの右からのクロスを右足ダイレクトで合わせた。試合終盤までプレーし、チームは3対0で快勝した。 腰痛で昨季後半に長期離脱した三笘は、リーグ戦で昨年9月24日のボーンマス戦以来の得点。開幕戦でのゴールは加入3期目で初めてで、日本選手では3から4年のフラム MF 稲本純一、17から18年のレスター FW 岡崎慎二に次いで3人目。プレミアリーグ通算11点目となり、岡崎慎二の日本人歴代最多14得点にあと3点と迫った。 後半20分過ぎにはエバートンの39歳 BF アシュリー・ヤングを退場に追いやる突破を見せるなど、コンディションの良さをうかがわせた。今季は31歳のヒルツェラー新監督の下、昨季11位から巻き返しを図るチームのキーマンとなる。